これまでのラブライブスーパースター。私、渋谷カノン。歌が大好きなんだけど、人前だと歌えなくて落ち込んでいたカノンを誘い、ククたちは活動をスタート。目指すはスクールアイドルの大会ラブライブでの優勝。次々と仲間は増え、いよいよ迎えた東京大会。ですが結果は次点。だから私たちはもっともっとたくさんの人に歌を届けよう。優勝を目指して。まだ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 。あの屋上に今リエラが。リエラくんは。リエラ。ようこそリエラへ。違う違うっすよ。スクールアイドル。スクールアイドル。うん、すっごく楽しくてやりがいあるよ。私がアイドル。言葉だとうまく伝わらないのかもしれないね、スクールアイドルって。私、きなこちゃんと一緒にスクールアイドルがしたいんだ。これから先の景色はきなこちゃんと見られたらすごい幸せ。わかなさファイト。きなこちゃんに私たちのライブを見てほしい。とっても楽しいライブを、みんなと結ばれて作る新しい未来。ようこそリエラへ。一緒に走ろう。ちょっとオーバーペースだから注意して。すいません、どうしても力んじゃって。自分のペースで、無理が一番良くないよ。きなこ、足を引っ張りたくないです。わかるよ。でもラブライブで優勝したい、それは大事な目標なんだ。それと同時に、みんなにスクールアイドルは楽しいって知ってもらいたい。スクールアイドル部、もしかして興味あるんすか。うん、メインが。メイン、何見てんだ。お願いがある。メイを誘ってほしい、スクールアイドルに。あなたも、あなたもスクールアイドルやってみませんか。ヨネミさん、あれ、ちょっと来い。四季に言われたのか、私のことスクールアイドル部に誘えって。私はスクールアイドルなんか興味ねえんだ。大丈夫かよ、いきなり朝練とか無理するから。やっぱりスクールアイドル部って大変なのかな。違うっすよ、うん、練習が厳しいからじゃなくて、きなこが全然体力ないんす。なんか誤解されちゃってるんすかね。多分きなこが悪いんです。え、きなこがいるからきっと。何か変えていかなきゃだもんね。だったらこれで興味持ってくれる人が少しでも増えたらいいんだけど。やってみたいって思ったんだろ、スクールアイドル。え、だったらそのまま突き進んでくれよ。え、自分がやりたい、目指したいって思ったことを信じてみろよ。周りの声なんて気にするな。あの、やっぱり戻しませんか。きなこもやっぱりリエラさんたちと優勝を目指して頑張りたいっす。きなこが憧れたのは、大変でも前向きに頑張っている先輩たちなんです。私もずっと思ってた、これが本当にいいことなのかなって。先輩、一緒に優勝を目指してくれる。はい。大変でもやりたいことを続けていれば、その先にある楽しさは大きくなるって。みんなが一緒にやってみたいって思うものが作れるんじゃないかって、そう思うっす。きなこちゃん。私たちはリエラ。私たちが目指すのはラブライブ優勝。来ました。リエラ、招待されました。ただ私たちはそれでも負けないけどね。もうこんな時間、私も。渋谷カノン、
優勝候補なんでしょ。歌ってみてよ。ミス、ミス、ミス。大丈夫だよ、頑張ろう。渋谷カノン。カノンさん、すぐ戻る。優勝はできませんでしたけど。そうだよ、2年続けて特別賞だって立派なことだと思うよ。うん、また気使わせちゃったな。私たちはたまたま優勝したすごい人の目に留まって褒められただけ。何も結果は残してない。ここに来たのは無駄足だったってわけね。本当にそれでいいの？おめでとう。ありがとう。でも本当はいいんだよ。それでもいいんだよ。カノンちゃんたちは自分たちのことまだまだって思ってるかもしれないけど、この学校の生徒にとっては誇りなんだよ。リエラはこの学校のスーパースターなんだよ。これからも優勝目指してほしい。今日はセンターはなしで行きたい。センターはここにいる全員。そして結ヶ丘の生徒全員。この最高に素敵な学校全部。行くぜ、ダイナ、みんなで上向いて立ち上がるんだよ。何度だって感情症を切る。作ろうこの星を目指そう。ゴー。クークーさんかも。葉月さんは生徒会がネックになりそう。ってこれはなんだよ。本当にそれでいいの？別に入るつもりなんてねえよ。それに私がいなくなったら、ただでさえ薄暗いここがもっと暗くなっちまうだろ。あの、少しお話が。ん？ったく、なんだ。しきちゃんはこの前のライブを見て興味を持ってくれたみたいなんだ。なんでお前がそこに。な、一緒に並んでる、羨ましい。友達？もしかしてスクールアイドルにご興味が？いや、しきはどうするんだよ。本当にスクールアイドル始めるのか？私はまだ決めてない。帰る。メイ、視力そんなに良くないから。そうなんすか？じゃあもしかしていつも睨みつけているのも口下手だから。なんでグループってああ面倒なことになるんだろうな。案外私もお前みたいに一人の方が好きなのかもな。私が科学部を作ろうとしてるって知ったら、科学に興味もないのに入ってきて。メイちゃん、きっとしきちゃんを一人にしたくないんだと思う。なぜ？だって科学部はしきちゃんとメイちゃんしか。わけわかんない。素直になった方がいい。スクールアイドル部の人みんないい人。私のことじゃねえよ、お前のことだよ。心配しないで、早くスクールアイドル部に行って。だから言ってるだろ、私は向いてないって。じゃあ科学室にも来ないで。え、決めちゃってたよね、メイちゃん。え、うん、できるって思えばできるかもしれないのに。あ、スクールアイドル部部長、嵐千里です。自分にもできるんじゃないかってチャレンジしてみたいんだ。素敵です。ついていきます、先輩。うん、この性格だぞ、どう考えても向いてないだろ。やったこともないのに向いてないは禁止だよ。うるせえ。あいつは一人の方がいいって言ってるんだ。
私が邪魔だって。そんなの嘘、メイちゃんだって気づいてる。だって二人はそっくりだもん。恥ずかしがり屋で寂しがり屋で、そんな自分が嫌だからついついこれでいいんだって、私はこうしていたいんだって自分に言い聞かせて、メイちゃんと一緒で、シキちゃんもメイちゃんが好き。そういうことか。まさかお前もとはな。お前の方が可愛いだろ。可愛くない。可愛い。言わないで。少しだけ素直になってみないか。シキが近くにいてくれたら頑張れそうな気がするんだ。今日から新たに二人が加わることになりました。うん、よろしく。結ヶ丘女子スクールアイドル部、リエラ、これからももっともっとたくさんの人に歌を届けよう。メイちゃん、ソングフォーミー、ソングフォーユー、ソングフォーオール。そうですな、これを利用すれば。にゃはー、マーニーですの。この世はすべてマーニーですの。入部希望じゃないの。私、鬼塚夏美と申しますの。我が社でリエラさんのプロデュースを担当させていただきたいんですの。鬼ナッツ、あなたの心の鬼サプリ、鬼ナッツこと鬼塚夏美ですの。来ましたの。再生数が、再生数が、この前のゲームの動画であれだけ稼げたんですのよ。練習となれば稼げた。うわ、いやいや、遅れてごめん。夏美、これについて話があるんだけど。よかったですの。あんたプロデュースとかなんとか言いながら私たちを利用してお金儲けしようとしてるんじゃないの。いい、ショービジネス的にはありえない話なんだけど。でも何かある気がするんだよね。お願いするっす。夏休み中別行動したいって。1年生だけで自分たちを見つめてみたいって思ったんだ。わかった、部長として許可します。この子たちの気持ちわかる。私もそうだったから。クッカッコ、うまくいきました。思ったより強情ですの。引き離せば思いのままにできると思いましたのに。ようこそきなこの故郷へ。わざわざ遠くからありがとう。遠慮なく食べてね。今日の練習動画をうまく加工して。リエラ解散。夏美ちゃんの夢は何なんすか。別に特にないんですの。え、強いて言えばお金をたくさん稼ぐことですの。私の夢は将来オリンピックで金メダルを取ること。夏美ちゃんまたビリだね。私の夢はモデルさんになって世界を駆け回ること。全然伸びてない。あ、嫌な夢。超えるのが夢なんでしょ。諦めるくらいなら夢なんて語ってほしくない。皆さんの夢は決して実現不可能な夢ではない。頑張れば手が届くかもしれない、そういう夢があるというのは。スクールアイドルやってみない。は、夏美ちゃんに9人目のリエラになってほしいんだ。夢がないならみんなと一緒に同じ夢追いかけてみない。これまでたくさんの夢を見てきて何も叶わないって分かったんですの。私もいろいろ挫折してきたよ。結ヶ丘の音楽科に入るって夢を持ってたけどそれは失敗しちゃって。でもクークーちゃんやみんなが教えてくれたみんなとなら頑張れるよって、一緒に夢を追いかけることはできるよって、応援してくれる人の前で。そうすると客席の人たちも心の中で一緒に踊ってくれるの。そんなライブをすることが私たちの夢。夢だってもう夏美ちゃんもリエラなんだから。本当にいいの？
まだそんなこと言ってるんすか。合宿中あんな練習してたのに。むしろ一番張り切っていた。新しいリエラ、私の夢、ついにラブライブの詳細が発表になりました。今年の予選はリモートで開催、歌はすべて自由。うわ、先に行ってはダメです。おーい、レンちゃん、レンちゃん、ローリング、ローリング、後ろに回って一撃。オーバーワーク。はい。だからそろそろ初期や会計も入れて生徒会をちゃんと作った方がいいと忠告したのに。カノンさん、お、すみません、気づいたらこんな時間で。うん、それよりレンちゃん忙しそうだね。いえ、心配ご無用です。ああ、またしても。なんだそりゃ。メイさん、あ、お願いします、誰にも言わないでください。メイさん、スクールアイドルが好きなのですよね。わかりました、今すぐサニーパッションさんに連絡して一緒に写真の手配を。違うというのですか。一体何があったんだよ。ゲーム良いと思います。レン様は今まで少し頑張りすぎてきたように思います。これを預かっていただけませんか。こんなことがバレた日には。レンちゃん嫌い。レンちゃんのこと？あ、うん、1年生が入ってきてから生徒会の仕事絶対増えてるよね。何か力になれないかな。じゃあやってみたら？私なんて。あ、私も部長にチャレンジしたよ。自分ができないって思い込んでるだけ。カノンちゃんの言葉だよ。あの、急な話でびっくりするかもなんだけど、私に副会長やらせてほしい。頼りない私だけど、レンちゃんを助けることができたらなって。理事長の許可はもらってきたよ。あとはレンちゃんさえよければ。カノンさん、正直に全部話した方がいい。ですが、本当にレン先輩のこと考えているんだぞ。怒らないでしょうか、カノンさん。さあ、もしかしたらすごい怒っちゃうかもな。お、でもそれでもいいと思う。友達ってそういう部分を互いに知って、たまには喧嘩もして仲良くなるもんだろ。ゲーム？寝不足？黙っていてすみませんでした。うん。え？怒ってないのですか？怒って？そうだね。じゃあ黙ってた罰として。カノンさん、後ろに回って。任せて。カノン、今行くです。ありがとうございます。うん、お預かりしましょうか、部屋の鍵。不思議なものですね、ちょっとしたことでこうも気持ちが変わるなんて。いい歌。